皆さんこんにちは。動物には他者を思いやったり助けたり支えたりという心はあるのでしょうか。要するに動物の心に愛はあるのでしょうか。人生には予測不可能なことが多く起こります。憎き相手が最も愛する存在になる、そんな想像のできないようなことがあるのが人生です。今回はまさにそのようなサプライズに遭遇した小さな動物の赤ちゃんの物語をご紹介します。オポッサムはアメリカ大陸ではゴミ漁りをする姿がしばしば目撃される動物です。しかしゴミ捨て場に集まる動物は他にもいます。例えば野良犬は最大の仇ともいえる危険な存在です。ある時ゴミ捨て場の近くで子育て中のオポッサムのメスが野犬との戦いで命を落としました。このような場合、残された小さくまだ目も開かない子供たちは当然飢えと寒さで間もなく力尽きてしまうことでしょう。しかしここで予想外の展開が待っていたのです。その時ちょうど犬の散歩をしていたステファニー・マルドナドさんがそばを通りかかりました。赤ちゃんたちの匂いを察知した犬のプレティナはすぐに駆け寄りました。そしてステファニーさんの心配に反し、プレティナは小さな子供たちをペロペロと舐め始めたのです。ステファニーさんは親を亡くした子供たちを保護する決意をし、家に抱いて帰りました。そうは言っても何をどうすればよいのか見当もつきません。途方に暮れる彼女を見てか、犬のプレティナは赤ん坊たちの前に寝そべり授乳を始めました。こうして孤児となったオポッサムの赤ちゃんたちに思いがけず新しい母親が現れたのです。子供たちはみるみる成長し、ついに目も開き、プレティナの背中にしがみついて散歩するようになりました。オポッサムの母親はいつもこのようにして子供たちを運ぶのです。プレティナもまんざらではなさそうです。ステファニーさんは次のように話しています。プレティナは素晴らしい母親ぶりを発揮してくれています。24時間赤ん坊のそばを離れずに世話をして、背中に子供たちがいるときには落とさないように静かにゆっくりと歩きます。しょっちゅう子供たちの体を優しく舐めて温めているんです。オポッサムの子供たちはまだステファニーさんと愛犬のプレティナの元で暮らしています。彼女は保護した後すぐに獣医の診察を受けさせ、また野生動物保護団体とも連絡を取り合っています。子供たちがもう少し大きくなって自分で餌を取れるようになったら自然に返す予定です。さて皆さんはオポッサムについて何かご存知ですか？オポッサムはアメリカ大陸に広く生息する、見た目は大きなネズミのようですが実は有袋類の動物です。ちなみに有袋類の中でオーストラリアに生息していないのはオポッサムだけです。ここでこの興味深い不思議な動物オポッサムについていくつかご紹介します。オポッサムは原始的な動物で、まだ恐竜が地球上を闊歩していた白亜紀頃に出現しました。驚くべき点はその時代からほとんど変わっていないことです。オポッサムはユニークな護身術を使うことで有名です。刺繍のような不快な匂いを放ちながら死んだふりをするのです。この時目はうつろになり、口からは泡が出るほどの迫真の演技で、多くの場合敵はひるんでしまいます。メスは一度の出産で最大25匹の赤ちゃんを産みますが、もちろんこれほどの数を育てる授乳能力はなく、一部は途中で死んでしまいます。オポッサムの妊娠期間はわずか13日です。メスは静かな場所を探して出産します。
誕生時の赤ちゃんは目も見えず未熟な状態です。オポッサムは有袋類ですが、カンガルーのような育児脳は持たず、赤ちゃんは母親の背中にしがみついて移動します。食べ物に関して言うと完全な雑食動物です。昆虫やトカゲ、ネズミなどの小動物を捕まえて食べることもあります。都市部ではゴミ捨て場でゴミを漁る様子がよく見られますが、不思議なことにそこで食べているのは生ゴミよりもゴキブリや小さなネズミのようです。一部ではオポッサムが狂犬病を媒介すると主張する人もいますが、実際にはオポッサムが狂犬病に感染することはほとんどありません。ごく稀に感染しても体温が低すぎるため、狂犬病ウイルスが定着できないためです。さて今回はここまでです。なぜ犬のプレティナはオポッサムの子供たちを襲わずに育てることにしたのでしょう。ぜひコメントにお書きください。この動画が気に入ったらいいねを押してください。ではまた次回お会いしましょう。